今回はこちらのダイハツミラージーノの第2世代のお車にレカロ SR7FGK100 というモデル、それのブルーの仕様のものをお求めいただきました。今回もいつものように前後のスライド量の位置検証やら高さ角度の検証をしながらの装着を行っておりますが、幸いにも体格がうまくマッチしているような印象でしたので、大幅に改ざん改変をするには及ばず上手に装着ができた様子でございます。ぜひ皆様もこのようなお車にレカロシートをとお考えの方はぜひジェットセットにアクセスをお願いいたします。今ちょっと借りないよね、はい、うん、肩がちょっと当たりやすくなる。一回りしてみますか。これでいいんじゃないかな。大丈夫？あれ、お住まいどちらでしたっけ？今年はあの相模原。あ、はい、じゃあそんな遠くないんで、これでよしであればこれで本固定しますんで、また こういうふうにしてほしいってことがあれば言っていただければ、はい、今のいい感じ。あ、そうですか、うん、今の最後の一つはいい感じ。ひょっと後ろに2度ぐらい倒れたのがいいかもしれない。これぐらいの方がなんか楽でしょう。じゃあこれで固定しましょう。はい、お願いします、はい、車検全部通りますから、はい、ということで、とてもナイスな、ルックスに仕上がったとは思います。乗り心地が良く、長距離も楽しめると思います。ではコンパクトなお車で、長時間長距離、運転をなされる方の腰痛や疲労に対してはとても有効なシートですので、ぜひジェットセットにご用命をいただければ幸いです。